アメンメセスは古代エジプト第十九王朝第五代目のファラオであり、メルエンプタ派の子であるとされる。即位名はメンミラーセテプエンラー。意味はラーに選ばれ、ラーのごとく永遠なるもの。多くの学者、例えばケネス・キッチンやユルゲンフォン、ベケラスなどはアメンメセスはメルエンプタ派の恋の後継者ではなかったと推測しており、 メルエンプタハの子であり、王子であったセティ・メルエンプタハから王位を強奪したと考えている。アメンメセスの誕生名と即位名が刻まれた便ロンドンのエジプト考古学博物館。アメンメセスの母親は、タカト王妃であると知られているが、彼女の正体は、セティ二世とアメンメセスによって改定された碑文において、学者たちにより複雑に解釈されている。彼女には、 王の娘という称号があり、つまりはメルエンプタハかラムセス2世の娘と考えられている。あるいはラムセス2世の孫娘の可能性もある。また、タカトの名前はラムセス2世時代の王女のリストに出てくる。もしこのタカトとアメンメセスの母親のタカトが同一人物とあれば彼女はセティ2世と同い年であることがわかる。 アメンメセス統一時代に彫られたカルナックの記念碑には王の娘と王の母という称号を持つ女性の浮き彫りもあった。だがセテがこの一帯からアメンメセスを追放した時に、この女性の称号は母から妻に記録し直された。ありがとうございます。